参ったで、見たってや。お、さすええもんやろ。それでええか。毎度あり。また来てや。あれは…お願いします、アナスタシアさん。私を弟子にしてください。お断りよ。いきなりやってきて何を言い出すかと思えば、少々無礼じゃなくて。すみません。でもどうしても演技を教えてほしかったんです。どうしてもダメなんですか。ええ、ダメなものはダメ。私は先生になるつもりはないの。二人とも話は聞いたよ。そうだな。さくらを弟子にしてやってくれないかな。俺からも頼むよ。神山さん。あなたまでそんなことを言うのね、キャプテン。私を便利な道具だとでも思っているのかしら。とにかく弟子入りはお断りよ。いくら頼まれても答えは変わらないわ。取り付く島もないとはこのことですね。
さくら。みっともないところ見られちゃいましたね。アナスタシアさんに教えてもらえればもっと上手になれるって思ったんです。だけどダメでした。なあ、さくらって裁縫が得意なのか？ええ、得意というか、帝劇に来てから得意になったっていうか、帝国歌劇団はお金があんまりなくて、だから衣装とかも自分たちで作ったり直したり、そういうのをやってるうちに上達して楽しくなってきたんです。へえ、なるほどね。伝説の花組たちか。さっきそのポスターを見ていたよな。昔の花組はすごい人たちがいっぱいいたんです。伝説の公演、伝説のスター。私なんかじゃ全然叶わない。どれだけ夢を見ても追いつけない夢。そんなにアナスタシアの弟子になりたかったのかい？ん？そういえば、さくらは以前に新宮寺さくらさんに助けられたって言ってたよな。はい、私の憧れです。強くて綺麗で優しくて、私も新宮寺さくらさんみたいになりたかった。君ならなれるよ。そう信じてきたんだろ？そうですけど。その夢を諦めるのかい？さくらには強い思いがあるんだろ？私は。俺はそんな思いに気づかされたんだ。絶対に諦めてはいけないって。そのさくらが大切な夢を諦めてしまうのかい？私は諦めたくないです。でも、神山さん。諦めたくない。その気持ちがあれば前へ進めるんじゃないか？でも気持ちだけじゃ前へ進む道が見えないんです。どうすれば夢を叶えられるのか全然わからなくて、アナスタシアさんから
それを学べると思ったんですけど。神山さん、どこを見ているんですか？いや、そのブローチ素敵だなと思ってさ。あ、これですか？銀六百貨店で見つけたんです。家を出て花組に入って、これからここで頑張る自分にって。とても似合ってるよ。華やかで桜にぴったりだ。ありがとうございます。桜の髪、サラサラとしていてとても綺麗だな。ありがとうございます。髪を上げれば新宮寺さんみたいな髪型にもできるんじゃないか？いいえ、私にはまだそんな自信がありません。いつか追いついたって思えたら試してみようと思います。あ、このリボンですか？新宮寺さんみたいに大きなリボンをつけてみたかったんです。とても似合ってるよ。黒髪にぴったりの色だね。ありがとうございます。桜の瞳はどことなく新宮寺さんを思わせるな。色は違うけど宿す光の強さが同じっていうか。ありがとうございます。そんな風に言われたのは初めてですけど、とっても嬉しいです。聞けば聞くほど新宮寺さんへの強い思いが伝わってくるよ。それだけ強い思いを持っていれば必ず夢を叶えられる。新宮寺さんみたいになりたい。その夢をまっすぐに追いかけていけばいい。神山さん、優しいですね。不思議です。さっきまで不安でいっぱいだったのに、神山さんに勇気づけられて心があったかくなって、私やっぱり。神山さん、あまり見つめないでください。そのドキドキして。さくら、その髪を撫でてもいいかい？ダメですよ、子供じゃないんですから。神山さん、顔が赤いですよ。
もしかして熱でも？大丈夫何でもないよ、うん、さくら、俺は君を信じている。どんなことがあっても負けたりしないって。ありがとうございます。神山さんは本当に優しいです。したくなってついじゃないですよ。もうて手を握ってもらうとドキドキしますね。まるで恋人同士みたいです。恋人同士さ、いや恋人になっちゃおうか。冗談ばっかり。そんなの、まだ早いです。はあ、びっくりした。顔が熱くなっちゃったよ。さくら、君はもう大丈夫なはずだ。はい、なんだか元気が湧いてきました。神山さんに勇気づけられて、私まだまだ頑張れます。ああ、応援している。君はもっともっと素敵になれる。そう。神宮寺さんのように。はい、ありがとうございます。神山さんが来てくれてよかった。昔みたいに優しい青人さんのままでいてくれて本当によかった。私嬉しいです。神山さんとならどこまでだって頑張れます。だから見ていてくださいね。アナスタシアさんには断られちゃったけど、でも絶対にへこたれません。神山さん、元気をくれてありがとうございました。